あ、ご飯の時の定位置はいつもテーブルの下でした。今日は鴈治郎くんの散歩中に起こったちょっと間抜けなお話について紹介したいと思います。散歩に出るときはいつも家の裏口方面から出ていたのですが、うちの家の裏口にはちょっとした溝があり、ちょっとした橋がかかっている感じになっていました。子供の頃の鴈治郎くんは散歩大好きで、散歩に行くとなると大運動会のように走り回っていました。ある日その事件は起こってしまったのです。勢いを余らせ溝に落ちてしまった鴈治郎くん、ジタバタもがきますが、最終的には溝に落ちてしまい、中でプルプル震えていたとのことです。それからというもの、水を極端に怖がるようになり、お風呂に入れるのも一苦労になってしまった鴈治郎くんでした。